こんにちはシューです本日は超有名な建築家辰野金吾さんの歴史的建造物をオルタナ視点で見ていきたいと思いますこの資料は2年前2021年の東京マッドフラットっていうオフラインのイベントがあったんですけれども、まあ、そこでお話ししたものです今回リクエストが多かったので改めて収録してみたいと思います この資料は、えー、おそらく3回に分けてお届けすることになると思います。今回はその第1回目です。では辰野さんの建築物をリノベの視点で年代順に見ていきましょう。その前にリノベの視点とは何かですが、えー、例えば北朝鮮にあるルギョンホテル。このホテルは一から建築したのではありません。 もともと左の図のように、全、えー、文明の遺跡がそこにあったんですね。で、これが砂に埋もれていました。で、これを掘り起こして、周りに街を作って、えー、外反外装の結晶直しにしたのが、このリュギョンホテルですね。これが今の右の絵が現在のリュギョンホテルです。 こういう一、えー、から建築してないもともとあった、えー、遺跡を改装したものを、えー、私はリノベというふうに、えー、呼びたいというふうに思っています、まあ、辰野さんは偉大な建築,で建築家ですけれども、えー、全部が全部一から設計したのではないんじゃないかっていうのが私のスタンスですでは、えー、内容に入っていきたいと思いますまずは人物像なんですけれども、まあ、辰野さんといえば東京へ を設計した人として有名ですけれども他にも多くの歴史的な建造物があります辰野さんの生い立ちですけれども1854年嘉永7年これは江戸の末期ですね江戸の末期に生まれています18歳で神戸大学現在の東京大学音楽部の第1期生として入学され造船や建築を学ばれます 卒業後25歳でイギリスに留学して建築を学び28歳で帰国されています帰国の翌年早くも工部大学の教授に就任されています実務経験がゼロの留学生が帰国した翌年に教授に就任するというスピード出世に驚かされます、はい、初期の建築物ですけれども 帰国後翌年には早くも最初の建築を手がけています。まずはそこから見てみましょう。1884年銀行集会所というのを手がけています。赤レンガ造りのメスキータ町の建築です。これが帰国したての29歳新人建築家の第1号作品。 とということなんですす。けれれども、も、まあ、とてて規模が大きく、ただただだ驚かされてしまいまい帰国直後28歳から設計してたった1年でこれを建てたのと思うと、まあ、どう見ても時間軸がおかしいんじゃないかなっていうふうに思ってしまいます。ということで超個人的な感想なんですけれども、まあ、ちょっと無理あるんじゃないかな。 たたっっっ年ではちょとと無理あるんじゃなないいかううふうに思ってしまいます、まあ、新築は無理だけれどももともとあった建物の内外装を化粧直しして再利用したというのならまだ理解できるなというふうに思ってしまうのです1888年には工科大学の本館イギリス法律学校の校舎の設計を手がけています。 どちらも規模の大きな西洋建築であることが写真から見て取れます。1896年には日本銀行本館を設計されています。この建物は日本橋に現存しており、予約制ですけれども現在でも見学することが可能です。この建物には2つの疑問があります。一つは営業場、現在の銀行窓口ですね。これが全面付近付けになっていること。 私は前職で銀行関係の仕事に4年ほど携わったことがあって事情はなんとなく分かっているんですけれども銀行は紙ベースの仕事がたくさんあって大量の紙資料を長年保管しななければなりません。窓口を全面吹き抜けにするようなスペースの使い方をするようぐらいならそこに天井をつけて2フロアにして資料の保管庫にした方がはるかに銀行としては効率的です。現に現に、行の日銀窓口は、 吹き抜けにしていない普通のフロアです2つ目の疑問は画面右の旧営業場は天井がガラス張りになっていることです銀行という特質上セキュリティ面に問題があるんじゃないかというふうに思います映画を見て過ぎた私にはこれでは夜中にトム・クルーズがすんなり侵入できてしまうんではないかというふうに心配になってしまいます 1898年には北九州の日本銀行西部支店を設計しています玉ねぎ型のドームがある特徴的な建物です日本橋の日本銀行本店からわずか2年で北九州の設計を行っています1902年には第一銀行本店ま現在のみずほ銀行の本店を手掛けています 屋根の上を見るとドームがあった形跡があります。写真では骨組みだけ残っているように見えますが、本来は左の写真のような外反もあったはずです。ここで親と思うわけです。新築当初の写真ですでにドーム部分が骨組みだけになっていることなんてあり得るのでしょうか。 私はこれも新築ではなく、もともとあった建物をリノベしたのではないかというふうに考えてしまいます。続いて中期の建築物ですが、この辺りから毎年新しい建築物を設計して、1909年には1年間で3件もの設計を手掛けています。辰野さんクラスになれば設計事務所には従業員もたくさんいるし、できるのかもしれません。 ただ設計資産は設計するだけが仕事ではなく工事関係者の方との打ち合わせもしますし現場の視察もしますそして、えー、建築の現場は日本のあちこちに点在していますこんなに広い範囲をカバーできたのでしょうかなどと思いつつも、えー、続いて1906年日本銀行京都支店を設計されています、まあ、赤レンガの見事な建物です。 営業場はとても広く、やはり天井がすべて吹き抜けになっています。銀行としては非効率に思えて、もともとは別の使われ方をしていたのではないかなというふうに思ってしまいます。ここも現存しており、見学できるようです。日銀京都支店の翌年、1907年には浜寺公園駅という南海線の駅舎を設計されています。ここで、 あっと思うわけですこれ見てわかる通り普通の田舎の駅なんです有名建築家がデザインしたと言われなければまあ、ほぼわからないこれを日銀京としての翌年に作ったということになっていますまあ、この規模でしたら1年あれば何とか可能かなということでこれ1から設計したでしょうと思うのです リノベだけではなく新築もやっていたことがこの建築からわかりました翌年1908年には第一銀行神戸支店を設計しますまた赤レンガの西洋建築に戻ったのですねちょっと作品に一貫性がないかなというふうに感じますこの左右の写真を見比べてみると2階の窓の形などが変わっていることがわかるかと思います なので辰野さんが設計されたとされている1908年から現在にかけてもリフォームしながら保存しているということがわかります本日はここまでご視聴いただきありがとうございましたよろしければグッドボタンまたコメント欄に感想を書いていただけると嬉しいですチャンネル登録もよろしくお願いしますツイッターも日々更新していますよろしければフォローしてくださいそれではまた次回 아스터라 프로시마케 비엔에 조금 간졌다.